はい、というわけで、サニー塾の取材終わりまして、はい、お時間があるということで、はい、加藤優さんとキャッチボールをさせていただきたいと思います。いいですか？はい、お願いします。めっちゃ久しぶりです、なんかちゃんとキャッチボールするの。マジですか？やばいっす。もう夢のキャッチボールですよ。ちょっとこの女子野球ファンの方が見てたら、もう羨ましがってると思います。そうかな。もう僕なんか叩かれちゃうかもしれないけど、大丈夫ですかね？あ、もうガンガン叩いてください。え、そういう人？2017、8年ぐらいに女子野球を一人でこう見に行ったことがあったんですよ。あ、そうなんですか。その試合後とかにグラウンド外で、あ、女子野球いいなと思ってたら、加藤優さんが一人出てきて、はい、片付けを黙々とやってるのを見て、お、素晴らしい人だなって思ってて、実際会ったらなんかお茶目なとこもあってちょっと印象良かったんですけどね。前話したよね。前話したんですよ。そうなんですか。そう、ちゃん、そう話したんですよ。今日ちょっと会って面白い人だなってイメージダウン。いやちょっとキャッチボールお願いします。あ、ぜひお願いします。お願いします。はい、お願いします。もしかしてキャッチボールですか？いや、大丈夫です。ちゃんとしてキャッチボールが、やばい、久しぶりすぎて怖い。なんかあの肘の靭帯多分切れてて、マジっすか？で、もう炎症収まってるんで、はい、何式ぐらいだったらこう投げれるんですけど。それどのくらいですか？多分もうやってたのかなっていう。マジっすか？ですね。ジャパンのテストを受けたんですけど、はい、そのジャパンの合宿中にバックホームでちょっとやっちゃって、多分それでもう完全いっちゃってるかなっていう。で、グッジョブ自体は大丈夫ですか？あ、もう全然ダメで、もう DH ばっかでした。あ、いいっすか。で、投げれなくてもいいから守備ついてって言われて守備ついた。そうそうなんです。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。やばいやばい。え、本当に痛いのか、あの、怪我してるのか分かんないぐらいボールが。いいですか？いいっす、いいっす。いけるね。よかったです。あ、抜けた。褒めるとダメですね、私。あの、昔のスパルタ時代なんで。褒めるとダメかもしれない。ありがとうございます。もう筋肉痛確定。マジっすか？はい、僕日曜日5イニング投げてるから3イニング投げてる。あ、マジっすか？やばいっす。いや、年末に見たらキャッチボールしたらこうなってました。押されてます、飛んでってました。いやー、僕も肩壊してるんですか？あ、そうなんですか。やっぱ怪我との付き合いになりますね、長くやってると。そのままにめちゃめちゃいい先生いますよ。あ、そうなんですか。昨日、今日で出したんですけど。おー、超怪我されて。へえ。早っ。今ちょっと私もね、持ってかれた。今持ってかれた。今そんな気がします。いかれるね、これね、いかれるね。集中しないと。よし。あ、ごめんなさい。やべやべ。うん。何のキャッチボール。ここにしか来ない。ちょっと僕だけど。ちょっと来るけど、たまに。おやべ、うわ、いい、離れたくなっちゃった。鼻ですか？離れたくなっちゃった。あ、離れたくなっちゃった。良すぎて。ただ痛いっすか？いや、やっぱ久しぶり。やべやべやべ、あ、ごめん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 。ちょいちょいちょい。あの、申告なしにこうやってぶち込んでいく、ちょっとやばいです。持ってかない。いや、何もしてない、何もしてない。何もしてない、何もしてない。急にスライダー使って。いや、それやばい。あの、この間、東京ドームのバッティングセンター一人で行ったんですよ。なんか、110キロが一球も当たんなくて。でも、なんか130キロぐらいの感覚に感じたんですけど。マジっすか？一球も当たんなくて、もう野球やめようって思いました、ちょっと。鍛え直してください。あ、持ってますよ。おー、はい、はい、はい、いや、無申告で取れるからね。まだ行けますかね。はい、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 先にしますよ。はい、はい、はい、オッケー。よし、
も両辺にはこの半分ぐらいの距離から、はい、スライダーとかをバン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 投げてるんですか。バンバン投げた。大変ですね。いやもう慣れました。慣れた。そのおかげであの試合中サインミスが起きても取れるようになったっていう。そういうことはあるんですね。サインミス起きないから。やばい、やばい、下にしか行かなくて。ピッチャーってやったことないですか。あの高校生の時にちょっと最初の方やってたんですけど、はい、あのなんかストライク入んなくてクビになりました。こんないい球投げるのに。僕送球無理なんですよ。送球ですか。送球無理で、こっから投げる方がピッて投げれる。なるほど。ピッチャー、ピッチャータイプですか。ピッチャータイプかもしれない。一人しかいかない。いい音を鳴らしたい。あー、全然ダメー。こっすはい、はい、キャッチボールありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、あのお二人もお疲れ様でした。お疲れ様でした。野球教室めちゃめちゃね、いいなんかアドバイスしてましたね。バッティングも守備もね、めちゃめちゃこのこれ長板のこれ、うん、これやったことない。これも俺いつもこう。でもこうはしないね、飛んじゃうから。いや飛んじゃう。そうそうそう、よく撮ってますね。こうだね、ちゃんとね見るんだよね。学びましたんで行かせたいと思います。というわけで、あのサニーキャッチボールの、はい、動画多分めちゃめちゃいい動画になりそうなんで、ありがとうございます。楽しみです。作る方も、いや私も乗っけていただけるのが楽しみで、いやもういいんですかと思ってたんですよ。いやもうスクール生もすごい喜んでたので。いいですか。、はい、来るまでこいつ誰やねんって言われるか、すごいこう、いや超有名人ですよね。夢のコラボです。いやいやいや、もうまだまだ、喜んでたんで、もうありがとうございます。いやいやいや、もうね、短いんでまだまだ頑張りますんで、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした。はい、というわけでサニーキャッチボールさんの、リンクなど、全て概要欄に貼っておきますので、いつもチェックよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。 OK です。ありがとうございました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 。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。